から落ちなさい、まだ落ちなさい、まだ落ちなさい、そこ、そこ落ちなさい、まだ昔から剥がして、昔から行きます、そこまだ行きます、本気で行きなさい、はい、ダメ、憎い、琥珀ったら、気安く学校から呼び戻して、ただでさえいろいろと無理を通しているのに、それに伝言が何だったかしら、家に猫、庭にみっしり、もうだめ。でもこの空気、確かにちょっと気に障るわね。緊急事態というのも、ま、庭に見るもおぞましい猫の群れが、いえ、群れなんて、ごさすがに正面突破は
ちょっと嫌ね。準備はいいですか？ラウンド1ファイト。というのも気が滅入るけど、その今のちょっとだけ楽しかったね。よろしくお願いします。後悔しても知らない。ラウンド1、うん、ファイト。またなんかしたか、俺。ラウンド1、ファイト。私から。はっ。止まって。
私はあなたを信頼して留守を任せているんです。何のこの騒ぎ、一体どういうこと。疲れたわね。心に隙があるからこういうことになるんです。あなたね、疲れているのかいないのかどっちなのよ。ラウンド1ファイト。いけないんだから。誰が人を出したら、死なずのお騒ぎね。ファイト。ブロブロ。ここ
からよ。押してくれたわね。よろしくお願いします。くれないよね。ラウンド1ファイト。いやからよ。行きます。
根血ならいざ知らず。吸血鬼に噛まれた人が何のようです。兄さんに用があるのなら、まず私を納得させてごらんなさい。私に挑むラウンド1。いきます。ファイト。いきます。待ってください。いけないんだから。やるじゃない。それ行け。ではそこで食らい尽くせ。お気は済んで。行け。そこね。はあ、でも勝手は許しません。不満、希望、提案、抗議で終わりでしたらどうぞ。我が方は猫缶の補給不足で 99% が勝手に自滅したとはいえ、たった一人でここ。どうやら首謀者は屋敷の中のようね。誰に断ってこんな勝手な真似を。
おっと待ちにゃ、ここを通りたければこのあたしを踏み越えていくんだにゃ。半生猫妖怪に名乗る名前の持ち合わせはありません。それにすでに踏みつけられている立場で言うセリフじゃないと思います。はいはい、そうすね。いたいけにゃ小型なまものを思うさまいたぶることで言うのミニマムにゃ。ええ、お言葉に甘えてそうさせていただくわ。あら、疲れが取れてなんだか気分もよく。踏み心地はいかがですかにゃ。まどもわずじゃなくて少しはためらえ。ラウンド1ファイト。楽しい。どうぞ。ドリ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 。どう？お気に召しました？ムーンビン。ラウンド2ファイト。当たらないにゃ。はい、シェーフ。それそれ。ドリ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 。止まって。ドリ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 。シェーフ。はい、シェーフ。もういけないんだから、いけないんだから。ドリ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 。無駄無駄。そこだ。行きます。ドリ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 。待ってください。止まって。ドリ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 。止まって。問えるね。そこ。えにゃにゃにゃ。このこのこのゲームはダメだというのか。二度とうちの敷居をまたがないでください。ムービー。癒しってこういうことなんですか？なかなか妖怪効果にかなり問題があるようですけど。あなたが今回の騒ぎの元凶ですね。外にいた猫妖怪は残らず追い払いました。あなた、ずいぶんな言われようね。あなたがいなくて家の人たちが退屈しているようだったから。え、私がいなくてみんなが。そうですか。それならこれで解決です。私は帰ってきた。ああ、なんなら粗品の一つでも包んであげますな。あら素敵。パーティーの終わりにお客様を震え上がらせるなんて、この館ぐらいなものね。さすがはこの町を滑る混血の城。嫉妬に狂う福魔殿ってとこかしら。あなた、遊び半分なら見逃してあげようと思ったけど。退屈しのぎなのは本当よ。ただ一つの町に二人の支配者はいらないでしょ。私の雪原にあなたの赤は似合わないわ。それに七谷もあなたには少しばかりご執心のようだし、目障りですから。今割と気が合いそうな気がしましたけど、でも悪く思わないでくださいね。あいにくそろそろ門限。ラウンド1ファイト。完成なさい。乱暴なのに世話しない。それ、はい、激しい。いけないんだから。してくれたらな。あら、頑張れ。昔からお飛びなさい。よこしてくれたわね。いきます。話に乗りすぎです。続けましょう。行きます。はい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 。
しなさい。ムーンウィン。ラウンド2。ファイト。完成なさい。私だけの調子に乗りすぎです。乱暴なの。なんだけど、怖い話ってこういう感じでいいの？なんです？黙り込んだりして。ねえ、ちょっと何笑ってるの？笑い話じゃありません。なあ、ニッセオ。いえ、あんまりに真に迫った話に感動しちゃって。遠野先輩、演説だけじゃなくて語り部としても一流です。すごい勢いで騙されたくなっちゃいます。でもほら、今夜のお題は怪談なので冒険談はよろしくないというか。 いえ、私はすごく楽しかったです。はい。だから怖い話だって言ってるでしょ。これ以上の怪談なんて他にないわよ。私、猫が嫌いだし、庭一面の猫を想像してごらんなさい。どっさりなんてものじゃないわ。みっしりよ、みっしり。それは確かに怖いような、でも幸せなような。子猫はいるだけで癒されるので。そう、そこまで言うのは今度うちにいらっしゃい。多いというのはそれだけで気持ち悪いと教えてあげるから。え、本当ですか？やったー、先輩のうちにお泊まりだ。ところで、四季さんいらっしゃいます？あなた、小心者のくせに自分の趣味も太いんだから。いいわ、その正直さに免じて今度はきちんと紹介してあげます。もっとも、そういう時に限って無断外泊している人なんですね。